どうも、柳妻ゴルフティープロゴルファーの柳妻です。今回はですね、こちらですね、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by 佐藤食品の練習ラウンド、火曜日ですね、に来てるんですけど、まあここはちょっと2番ホールでもう練習ラウンドが実はスタートしてて、今週はご覧のようにセルフカートプレイでございます。久しぶりです。今日はですね、ちょっと20代の若い選手2人と回ってるんですけど、ちょっと練習ラウンドっていうのは結構こうのんびりとした感じなんで、それを見ていただければなという感じでいきたいと思います。ああ、右しか行かない。やっぱり昨日ちょっと久しぶりにパーソナルでですね、トレーニングを、まあ普段からトレーニングはしてるんですけど、ちょっとやっぱり今シーズンの前半戦の不調を踏まえながら、もう一回体をですね、ちょっとトレーニングをお世話になってたトレーナーさんのところへですね、急遽行ってトレーニングしてきたところです。なので、まあまあ筋肉痛なんですけど、やっぱりこうどうしても調子があまり上がらなかったりすると、まあ結構そのスイングだけに意識しやすくなっちゃうんで、まあちょっともう一回体の、まあ強さとかというよりは、まあ動きだったり可動域だったりとか、そういうところをもう一回見直して、まあちょっと後半戦8月からの、まあ大きい試合が続くんで、そこに向けてやり直したいなっていう感じですね。まあこのね、西那須のカントリークラブ、ゴルフクラブは実は結構思い出のコースで、僕が23歳の時に当時のチャレンジツアーですね、下部ツアーが開催されてて、でここで僕は優勝して、で、裏シードを決めたっていう思い出の実はコースで、まあ場所も栃木県というところで、まあ、僕群馬県出身なんで、なんかやっぱりこう関東圏というかね、まあ特に北関東圏っていうのは、なんていうのかな、ちょっと落ち着くというか感じがするので、ちょっと今週はまあこのセルフでのんびり自問自答しながらゴルフやっていきたいかなっていうところですね。まあこれね、やっぱり西那須のカントリークラブって関東では珍しくてね、やっぱこれね、フェアウェイとかもこう全部洋芝なんですよ。で、僕北海道が好きっていうように、この洋芝すごい好きなんで、まあ調子もあるんですけど、まあちょっと久しぶりに予選をしっかり通って、4日間プレイしたいなっていうのが、現状ですかね。一応この試合で、前半戦の、はいはいはい、まあ、折り返しというか、はいはいはい、最終戦みたいな。はいはいはい、どんなイメージというかまあね、もうちょっと自分自身頑張れる気がしてたんですけど、まあやっぱりね、そんなに甘くなかったなっていうところが本音ですね。ただ全然ネガティブじゃないんで、まあやっぱりもう一回自分に何が必要で、何が正しくて、何が正しくないかみたいなところを再確認できればいいなと思ってますけど。うわぁ、これ向きがずれてるな。私、うわ、飛ばね。もう一球いきます。やっぱなぜか知らないけど、結構やっぱこの向きがずれてますね、私。ちょっと自分が結構かなり
右向いちゃってるんで、これも多分不調の原因な、なんでこんなに目線がずれたのかちょっとよくわかんないですね。今週はまたキャリーバッグが、あ、そう、今年ちょっと色が変わって開幕戦から黒だったんですけど、これね、一応オノフ全5色あって第2弾はこの色です。これ去年どうだった？先打ち、俺去年だって前半戦、ケアからでしょ、うん、ケアまで200万ぐらいしか稼いでないもん。やっぱり試合はですね、このグリーンスピードが命なんで、やはり練習ラウンドはこういうパッティングをいろんなところから打ってやっぱり一番確認しますね。ちょっと久しぶりにセルフやったけどちょっとめんどくさいなこれやっぱり、うんうん、週末誰か頼もうかな。雨とかだるいんじゃないですか。うんうん、ね、でも今週絶対降るもんね。木曜だけちょっと、木曜のだから午前午後で当たればいいな。でも俺でも全部外れてるから今のところ。全部外れてる。全サスペ。何ヤード？記録まで。ラット。こっちとこっちどっちが正解なの？彼がこっちじゃん。どっちもいいじゃない。そこ適当？目線の下に来るかでもだいぶ違うしね。だここに置くのでもだいぶ違うじゃん。そうですよね。うん。本当はここがいいと思うよ、目の下が自分の見た目だから。なるほど、とりあえずこれでいくと。え、ルペナうるせえ。練習ランダー抜き大事だからな。なんだろう、あるか、ここはあるよ。これなんか試合したの、ここで昔キューティー。へえ、これ目の下と、うん、あ、そうするとやっぱりそんなにずれてないな。うん、いや、さっき異常に左向いちゃってるからさ、こんなに左向くと思って。キャー、やべ、もう一球出して。俺ちょっと練習したいからいっぱい打たして。これなんか西ナス飛ばね。異常に飛ぶんだけど。かあ。あっつ。かあ。表。ここの難しさはやっぱり大きめのグリーンのアンジュレーションじゃないですかね。あとはインコースに行くと結構池絡んでるんで、そういう難しさはあるんですけど、そんなにコースが狭いわけでもないし、あのラフも、ね、時期的にグリーンもそんなに硬くなれないし速くなれないし、だから難易度的にはそんなにない。コース自体もそんなに難しいコースじゃないんで、やっぱり伸ばし合いになりますよね、しっかり。じゃあその予選のカットラインも、あ、もう確実にアンダーパーでしょうね。2アンダー、3アンダー。もう最近はやっぱり、まあ、道具の進化で、まあ、技術、選手の技術も当然ちょっと上がってるんですけど、やっぱり予選のカットラインがもう本当にこう全然違ってきてる。昔の、まあ、10年ぐらい前と比べてももう確実に、まあ、1打ないし2打ぐらいは変わってきてて、まあ、やっぱ道具の進化、飛んで曲がらないクラブが増えたっていうのが大きいでしょうね、やっぱり一番は。この色綺麗だよね、アースカラーね、キャディバッグ、うん、こういう色がやっぱオノフの良さですよね、キャディバッグで言えばね。ちょっと今週はね
このローグで行こうかなと思ってて、トリプルダイヤ S っていうちょっとちっちゃいヘッドなんですけど、結局あのケースドライバー決まらずに、そう調子良かったらもう決まってんすけど、やっぱゴルフ、自分のゴルフもまだ微妙なんで、ドライバーどこじゃないっていう。でも結構ローグが結構多め、いやそんなことない、大体まんべんなく。しっかりローグ使った試合は中日クラウンズぐらい。じゃあちなみに前回の試合とかは何ですか？前回は、福岡の試合はシム2マックス。ちょっとね今日は昨日河野コーチとやってきて、ちょっと左サイドを締めたいっていうところで、まあ、この先4番ホールからはですね、ちょっとグローブをね左脇に挟んでちょっと意識付けしながら、まあ、ラウンドしたいなって感じですね。だいぶちょい小分になってる。でも浅見ちゃったらもう右ばっくり右でいいよ。あんま左行かせすぎない方がいいよ。プリッチしたらボギーだから、プリッチしたら。これでいいよ、完璧完璧。海の滝にあったゴルフしよう。そう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 。まあ調子がいい時はねこういうことはあんまりしないんですけど、僕はこういう練習ラウンド結構多いっすね。でもねやっぱりゴルフって本当に少しずつ少しずつこう狂ってくるんで、やっぱりこうなんていうのかな、同じことをやり続けたいですね。まあ、あのゴルフでプロゴルファーでいうと片山さんみたいに、やっぱり同じルーティーンで同じアドレスを作っていくっていう、まあ、その中のそういうことをやってても変わっていっちゃうんですけど、そういうことをやっぱりいい加減やりたいなと思って、毎回毎回こう新しいことやっててもうキリがないんで。先週とかは試合なかったじゃないですか、うん、そういう時って何やってるんですか？イベントっていうか、一つはあの時計のタグホイヤーさんの、まあ、コンペみたいなのを一日やったり、あとはあの、まあ、友達というか知り合いとラウンドしたりっていうのが2日間ゴルフがあって、であとは一日ちょっと体をしっかりトレーニングデーを作ってでやったっていうのと、であとは久しぶりにですね一日平日一日何も予定がないっていう日が多分4ヶ月ぶりぐらいにあったんで満喫しました。何もせずに、まあ、今はねもうちょっとこうゆっくりしたい。ほんでは、でもこれこの試合終わったら多分1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい空くんですけど、全然ゆっくりできないんで、僕予定結構パンパン入ってるんですよ。ちょっとねちょっと疲れてるんですよね正直言うと。まあでもやっぱり8月に向けてやっぱり一番取り組むべきところは体ですかね。やっぱオフシーズン結構自由にトレーニングしすぎちゃったんで、やっぱり僕とかはこう結構自由にゴルフやってきちゃうタイプなんで、こうやって練習ラウンドの時とかにいろいろ制限かけてやっていって試合で自由にやってちょうどいいかなみたいな。でもアマチュアの人たちもね多分そうだと思うんですよね。一緒に今回ってるプロ2人も矢野プロの20個ぐらい、20個下だよ余裕で。坂本ちゃんなんて20個以上だよ。俺の半分じゃない ?23 とか。坂本ちゃんは去年、あの、下部ツアーで頑張って、あの、レギュラーの出場権を取って。で、もう一人、伊藤正道は、まあ、QT があんま良くなかったんですけど、まあ一応、こういう、たまに降りてくる試合があるみたいな。
わあ。なんでこんな前に出ちゃうんだろう。はい、ということですね、ちょっと練習ラウンドをやって、そうですね、まあちょっと久しぶりに去年のビザ以来の練習ラウンド動画になるのかな。まああの頃はね、もうちょっといろいろ落ち着いてる時期だったんであれですけど、今はまだ自分のまあ取り組みとか、まあ恥ずかしい話全然まだ定まってないんで、まあ早く落ち着きたいなっていうか、そのスコアメイクだけで集中したいなっていうところがあるんですけど、まあちょっと前半戦はあまりうまくいかなかったので、まあなんとか、今週から今週試合やって、あとは1ヶ月ちょっと休みの週になるんで、まあそこでうまく調整できればいいなという感じですね。ちなみに、まあリアルな今週の試合の、うん、まあ目標というか、今週やっぱりちょっと予選落ち続いてるんで、まずは予選通過っすよね。予選通過してやっぱり横がやんないと話にならないんで、まあ、そこを目標にまずはやります。まあ栃木は半分地元みたいなもんなんで勝手に言ってますけど、まあ今週なんとか予選通過目指して頑張るんで応援よろしくお願いします。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。